2020年2月28日金曜日17時45分ですね。はい、今日はですね、ドリンク、青森県産の鶏のもも肉ですね。それとこの前作ったこの付け合わせですね、じゃがいもとかぶと人参の、これはフライパンでバターソテーしたやつですね。でこれをまあ3分の1ぐらい取って付け合わせにしたいと思います。でご飯が炊けてますんで、あと今日はですねマッシュルームソースにしたいと思うんで、マッシュルーム買ってきて、生クリーム、これ見てください、これこんなね、今お手頃の 100cc の生クリーム売ってるんですね。これすごく便利だと思います。本当に一人暮らしでちょっと生クリーム使いたい時とか、本当これはもう便利ですね。よくやってくれました高梨さん、高梨純生35、まあ35とか47とかいっぱいありますけど、まあ家で使う分ですから35で十分いいと思います。まあじゃあそれじゃあいきますね。でこれお肉屋さんが筋切りしてくれてたんで、もうそのまま鶏肉はあれしか塩ですね。表面に塩をよく振ります。で、そうですね、油も薄くでいいです。オリーブオイルでもサラダオイルでも、僕はオリーブオイル。ソテーはとにかく皮目をパリッと仕上げることですね。今日マッシュルームがあるので、無言で調理して後で物を置きたいと思います。捨てにくい場合はこうやって傾けて、まあ、ティッシュとかで吸い取っちゃってください、ね、でこの茶色いのがあるでしょ、これは旨味ですからこれ使いますね。吸い取って捨てる。でここに今日はそうか、またワインを忘れた。ワインはないんで、みりん風調味料があるのでワインの代わりですね。ちょっと入れますか、これ。それと水、これは僕が飲んでる水なんですけどね、濃いの入れます。はい、入れてこれでもう一回煮溶かしますね。すみません、ここに玉ねぎ入れちゃいます。でよくどこもシャンピニオン入れるか、マッシュルームを入れてで煮詰めていきますね。ちょっと鶏肉に火が完全に入ってるかどうかちょっと見たいんですけど、今ちょっと切ってみると肉汁が出てくるんで、もう少ししばらく置いてからがいいですね。ここ塩します。